はい、今回は5月3日の予言が5月5日と、えー、一部でささやかれている会こちらについて考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあ、ちょっと今回の話っていうのはあ,あんまりうまく言えないんですけど、まあ、あ一種のエンタメだと思ってね、えー、聞いていただければと思います。で、こういったあ予言の話っていうのは、えー、まあ、 ほ,ほぼ当たらないんですよで当たらないにもかかわらず当たったとかって言うんですけど全く意味がわからないんですね。で僕あのこれリスナー様からあの聞かれたんで結構真剣に調べてるんでちょっと構成がね、えー、まとまったらあそちらの内容をきちんと、まあ、こうなんじゃないかっていう、まあ、あくまでも憶測です予言ではなくをお伝えしようと思うんですが。 まあ皆さんもいろいろ思われると思うんですけど、まあ、僕はまあ今の時点でね調べていて思うことということでお伝えさせていただきますがまあ、その大きく揺れるとかどうのこうのって、まあ、揺れましたけど、まあ、それ以上例えばまあね南海トラフがどうのこうのって言ってますけど僕はある時までは起こらないと思ってるんですよ理由があってね。うん あの広島のサミットあるじゃないですか、岸田があ、ねえー、議長を務める、広島のサミットの前まではそんなことは起きないと思います。なぜなら、あまあそういったものに関与している者たちが、広島のサミットの前に起きたら困るからですよ、今なんてまさにその,際その前なわけですよ、起きるわけがないんですが。 まあそういったこともなくね、えーな、なんていうか、この大型連休の5月3日に、えーね、何かあるんじゃないか、大きく揺れるんじゃないかとか言って、もろ外れているわけじゃないですか。で、まずこの、松原照子っていうの,ののこの予言っていうのもね、えー、外れまくって、わけわかんない、でたらめだと思うんですよ。ただ、 そのデタ、えー、らめに対する、まあ、一部だと思いますけど、まあ、一部なのか多くなのかわからないけれどネット上のこの解釈っていうのもこれもやばいんですよこれ調べてて本当にやばいなと、えー、僕思ったんですけど松原テロ子が5月3日にどうのコーのじゃないかなんとかじゃないか外れたそして2日後の5月5日に大きく揺れたあ2日違いで当たったじゃないかって意味わからなくないですか全く僕意味わからないんですけど。 5月3日に大きく揺れて、えーまあ、大変なことが起こって、えー、人が亡くなるとかって言ってんでしょ、うん、別に日にちも違ければ、でえーまあ、5月5日っていうので違うし、亡くなってもいないじゃないですか。だから全くもってのデタラメなんですよ。2日違いで当たったとか、わけわかんないですからね。うん 2日ずれただけじゃないかとかってね、やはり信じているとかってね、うん、かなりやばいなとかって思います。だから、当たってると思ってるんでしょうね。うん、5月3日ではなく、5月5日に、やはりこの松原る子の予言っていうのは当たると思ってるっていう、全く意味がわからないんですよ。で この皆さんもいろいろ思われると思うんですけど、まあ、僕は調べた限りねちょっと正直わからないところもあるんですよ、まあ、その揺れに関してね <coughs> 意図的である可能性ももちろんあるしあるいは本当にね、えー、があるかもしれないしで例えばどちらかっていうとこういった話の方がね何、うんあのー、て言うのかな関心が高いんじゃないかと、まあ、僕が思うことをここからお伝えさせていただきます。 石川県で、震度6の大きな揺れがありましたで今度、岩手県でも震度3の揺れがありました。で、ここから考えられる仮説なんですよ。この僕は仮説っていうのは、まあ、正直あまり信じないっていうのもあるし、あと先ほど言ったように、広島サミットの前なんで起こるはずはないんですが、もし起こるんであれば、その広島サミット5とかだと思うんですあとはね、そちらが危ないと思うんですよ例えばこういった説があるんですよ。まだまだこちらの説の方が、ま、え、し、ー、って言ったらあれですけど、マシだと思います。 ユーラシアプレートと北アメリカプレートあるいは北アメリカプレートと太平洋プレートユーラシアプレートとフィリピン海プレートの間で、えー、まあこういったものがあるイコール南海トラフがあるんじゃないかっていう話なんですがこれってね、えー、皆さんに正直に言いますけど全てこういう、えーね、自然発生型で来た場合は、えー、かもしれないけどその中においていくつもあるいは多くもかもしれないけどそうでないものも含まれている可能性が非常に高いわけです。 意図的にね、の可能性っていうのが、うん。だからそうなってくると、このプレートの説っていうのも当てにならないと思うんですよ。で、ただ日本っていうのは、このね、そういったものが大きな揺れが起こる国であるとも言えるし、意図的にそういったことを起こす可能性もあるんですよ。僕らがわからないだけでね、うん。だからこの南海トラフっていうのあって、いつ起きるかわからないがあ、起きる可能性はある。だからね、それこそ、まあ僕はそのことは言いませんが、適当に、あいちいつ起こるんじゃないかとかね。 あと例えば何か言われてるみたいですけどどこどこ別のところで東京で何か起こるんじゃないかそういうのを繰り返し言ってればね10回20回やってるうちにもしかしたら1回当たるかもしれないけど全然根拠がないじゃないですか,、うん、だか僕の話した話っていうのはもちろん別にねはっきりとは分からないけれど、まあ、そもそも日本っていうのはそうやって揺れが起こる可能性っていうのはあるんですよ。 あのね、自然発生的にあるいは意図的にかは別として起こる可能性があるで、えー、まあそういったまあ揺れがある懸念というのがもちろんあるんですよ。 ただあ、さっきお伝えしましたが、その揺れに関して、えー、関係していると、まあ、考えられるのが、まあねえーまあ、皆さんもご存知だと思いますが、まあ、D の S の可能性があるということであれば、広島サミットの前に起こすわけないでしょ、うん、起こしたら自分たち困るわけだから、うん、だから時期のことを考えると、まあ、こんなゴールデンウィークになんて、うんあのーまあ、そのもしかしたらあ、このね、5月5日のそれっていうのも、別の意味があったとも取れるんですよ、それを今調べてるんで、ちょっとわからないんですけど、うん だからそういったことからまずこの5月3日の予言 えー、この松原照子っていうのは外れてるしそれが5月5日で当たっているとかっていうのもおかしいしもう何もかもそういった、えー、予言であるとかそれを信じることがあまずやばいと思うんですよ。で、ね、まあ,あ皆さんいつも聞いていただいてとても感謝してるんで本当のこと言いますけどあどういったことが起きたかっていうのの,あのし、ね、その真相を真剣に考えて、えー、僕あの近いうちにまとまったらお伝えしますよ構成をまとめてね。うん、別に2日違いいで起きたあその、ね、当たった当当っじゃなななかとそんな適当な 話じゃないんですよ起きたところの共通点であったり、まあ、どういったことが考えられるのかっていうことに関して、ちょっと今あの調べてるんで分かったらお伝えします。とりあえず、ちょっとこの変なね、回、まあ、あってね、変なあのやばい話が出てたんで、まあ、そちらについてちょっと触れてみました。まあ、エンタメっていうか、全く当たってないですかね、意味が分からないということで、はいえーまあ、そんな感じで今回は終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。